夜、番組恒例極楽とんぼ2人の反省会が始まりました。今日、まあ、ここに来てくれて、なんか最後もなんかちょっといい話できたし、よかったとは思うんですけど、夕飯作ってる時にトリンドルちゃんのところに滞在してる時間お前長かったの。いや、それは滞在時間、それは滞在時間長くなるでしょう。だから可愛いなと思って見てたの。いや、可愛くなかった。いや、可愛いんすけど、俺は仕事としてやってるけどね。いや、俺も仕事だと思ってるけど、お前可愛いが出てるんだよ。可愛い出るでしょ。西村の時の対応と全然違うもん。あんなもんじゃがいもでしょ。だ、俺はね、逆になんであえてトリンドルちゃんに対してさ、テントのさ、あの棒一本でこうしろああしろっつってパン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 触るわけにいかないでしょ。俺ほんとぶん殴ってやろうと思ったよね。